友人に感謝していただきます。これ最後の獅子頭です。最近野菜食べますね、よくね。最近なんかこうニュース見てると、なんかいろんな人たちがあの世に行ってるね。なんかあまり詳しくは知らないけど、なんか聞いたことあるなみたいな。なんかそういうのを見てると、なんかさ、自分の親とかも突然なのかなとか、いや、むしろ俺が先かもしんないけどね。なんかニュースでは投票とかそういうの結構やってんじゃないですか、アメリカ。ああいうの見てるとなんか、昔からこういうことがずっと続いてきたのかなとか思いながら、なんか、なんでこういう世の中になったのかなとかね、そういうことを思いながらこう見てるんです。昔から人間ってずっと同じことを繰り返してきて、こう誰かがその間違った方向に進んでることに気づいてはいるんだけども、何も変わらなかったのかなと思いながらね。僕最近変わってきたのは、こうやって野菜でもね、これ野菜でも。ヘタを取らずに食べるという、ヘタごと種ごと食ってる。野菜のことをすごくこう学んでるとね、
下手の部分でした。やっぱいろんなことに興味出てくるんでね。今食ったししとうどんは、種を残していてね、自分でできるかなとか、ただパパイヤはハワイのパパイヤは確かに芽は出したけども、ほとんどが出なかったんですよね。何が、だから、ね、一応まあネットの情報ですけど、発芽はしやすい、発芽はしやすい植物らしいんですよ。いや俺が調べた中ではね、まあもちろんそれは成功した人たちばっかり見てるから、そうなのかもしれないね。まあ、正確に言うと、発芽した数は3個だけなんです。なんだよ。でもまだ全部ありますよ。多分1000粒近くある。ちゃんと冷蔵庫に眠ってるんですけど。でもね、まだこのセンスも諦めてないからね、まだちょっといろいろ、まあ発芽させるっつってもさ、まあ方法なんてもう数えられる程度じゃないですか。あとは環境、でもまあ、俺も知らないこといっぱいあるんだよ。まあ、土の問題だったのかな。でも土って影響あるんですね。まあ、わかんないけど、あったんですよ。その、発芽しやすい、その、土のその、栄養なのか、そういう環境なんか、そういうのって関係あったのかなと思った。なんか、大体言われてるのはさ、大体こう、発芽するまでに乾燥させないでおくっていうのが、なんか今までずっと見てきて、大体そう同じことばっかり言ってるんですよね、みんなね。だからそう思ってたんです。まあ、おそらくそうなのかもしれないけどね。ケツね、ケツをダニかなんかわかんないけど噛まれてね、かゆいんですよ。なんか3日ぐらい前、2日ぐらい前かな。ケツってなかなか噛まないよね。なんかベランダに出た時からかゆくなったから、なんかベランダに何かに刺されたのかなってもちょっと思った。島らっきょうもさ、島らっきょうも、こういう、なんつうのかな、島らっきょうは、植えてはあるんですけど、もう一バッグあって、その島らっきょうを、まあ、追っかけで行くか、どうしようかなって今ちょっと考え中。まあプランターでってもちょっと、まあ、考えたけど、プランターでやると、プランターでやるとね、
結局発芽するまでさ、すげえ時間かかんじゃん。発芽じゃないわ。発芽は多分早いです。発芽？いや、発芽っつうか、あいつもう芽出てる。ちょ待って、残ってるやつもそうね。これなんですけど、発芽っていうか、まあ、これ自体がなんかこう、ね、球根みたいな感じなんで、もともとがどういうやつかちょっとわかんないけど、そう、まあ、おそらく、まあ、種なんだろうなとは思うんですけどね。これが、まあ、おそらく畑に残り全部いくとは思うんですけど、その、プランターで、あ、なんかいい匂いではない。プランターで植えると、5月か6月ぐらいまで、そのプランターずっと使えないわけですよ。それ。農協から買ってきた495円、なかなか高い。パイーン。なんかね、なんだこれ、なんか畑の匂いがする。高くない？ 495 円ですよ。なかなか高いよね。まあ、プランターでな。まあ、これ。まあ、これはこれですよ。一袋で300グラムこれです。残り300は畑。で、これ、だからこれで600でしょ。これでどうなるのかっていうのは、ちょっと、どれぐらいになるのかっていうのをね、知らなくて。このさ、この1個の、球根みたいなのあるじゃないですか。この球根でどうなるのかって知らないでしょ。いや、知ってる人もいるかもしれない。俺知らなかった。俺、この球根がどうなるのかなって思ったわけ。で、今の写真ちょっとあったでしょ。こうできた状態、このネギみたいなついて、こう球根みたいなわけじゃない。え、ただこれ伸びて終わりとか一生思った。だからこれが例えば50個入ってたとして、50個植えて伸びて終わりみたいな意味ないじゃん。で、調べたら、確実ではないんですけど、この球根が増えるっぽいような感じの写真があったんです。なんか、5、6個ぐらい。そういうかなと思ってね。いまだにちょっと謎なんです、この中に。まだ小材出てない。別にね、しまなくてもね、そんな、俺、らっきょう自体多分ね、俺、らっきょうって食ったことないと思うんですよね、一度も。なんか、らっきょうといえばカレーライスじゃないですか。いや、でも、らっきょうは、俺ね、食ったことないと思うんですよ、今まで一度も。だからまあ、好きでやるかっていうと、まあ、そうでもないけど、なんでこれやるかっていうと、まあ、島がつく。で、あとは、結構、放置しといても大丈夫っぽいんですよ。で、里芋もさ、里芋もね、結構放置しといて大丈夫っぽいんですよ。まあ、よっぽどね、晴れがずっと続くのもどうなのかわかんないけど。まあ、里芋は、
農家のおじさんが言ってたけども、根が横にブワーって入るらしいの。ほら、多分沖縄に来た人ならわかると思うけど、田舎に行くと、まあ、田舎っつうかこう緑見てるとね、芋の葉っぱがめっちゃあるんですよ。いや、まあ、ここはね、もう、なんかもうどこにでもあるよ。ちょっとびっくり。あんまり意識はしてなかったけど、いや、もしかしてハワイもいっぱいあったのかなと思って。わかんない。モンステラだったっけ？なんかそんな名前の、ちょっと間違ってるかもしれない。そのいう名前の葉っぱは結構あって、あれは結構、可愛いなと思ったんですけどね。まあちょっと似てんじゃん。もうちょっと気持ち悪いな、あれは。キムさん、楽しい一日。安全な一日。1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。残り明日、畑やな。